ハンス・ヨーラン・ペーションは、スウェーデンの政治家。七代目社会民主労働党党首、四十一代目、首相を歴任する。1949年1月20日に、スウェーデンのセーデルマンランド県、ビンゴーケルで誕生した。オレブロ大学に入学し、政治学を専攻したが、卒業はしなかった。1972年から1975年まで、 スウェーデン社会民主青年同盟の一員となり、政治活動に関わるようになった。その後、カトリーネ・ホルム氏の教育委員を務めた。1979年、国会議員に選出されたが、5年後の1985年には、再びカトリーネ・ホルム氏の教育委員となり、1989年まで同職を務めた。1989年、ベーションは、 経験を評価されて、教育科学大臣に選任され、1991年に、社会民主労働党が選挙によって、政権の座から降りるまで党職を務めた。1994年、社会民主労働党が政権を取り戻すと、米ョーンは財務大臣に選任された。1996年、米ョーンは、イングバール・カールソンの後を継いで、社会民主労働党の党首となり、 首相に就任した。彼は、やや強引なリーダーシップの持ち主として知られている。カトリーネ・ホルム氏時代の彼は、HSB と呼ばれていた。2004年12月26日に発生したスマトラ島沖地震では、ヨーロッパ諸国の中で最も多い60名にものぼる、自国民の犠牲者が出たのにもかかわらず迅速な、対応を行わなかったことが批判の対象となり、 2006年9月17日の総選挙では恩賢党、中央党、自由党、キリスト教民主党の野党連合に敗北する結果となって退陣を表明し、政権交代して10年間の首相生活に終止符が打たれた。以後社会民主労働党は2014年まで8年間野党となった。2007年にソフィー賞を受賞した。3度の結婚で娘が2人いる。 自転車による事故のため、2003年に変形性、関節症と診断され、2004年に大規模な手術を受けた。手術後9ヶ月は足を引きずって歩かなければならず、また痛みのために強い鎮静剤が必要だったため、公務をキャンセルすることもあった。ありがとうございます。